こんにちは、バーバです。今日はこのかわいいドレスの折り方をご紹介します。このように上と下で分かれているツーピースの形になります。折り紙1枚で簡単に折ることができます。では早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が1枚です。まず、この下のスカートに出したい色を上にして、上のブラウスの部分に出したい色が裏になるようにして紙を置きます。下の縁と上の縁を合わせて、横に半分に折り筋をつけます。開きます。上の縁を今つけた中心の折り筋に合わせて折り下げます。裏返します。右の縁と左の縁を合わせて折って、縦に半分に折り筋をつけます。開きます。右の縁と左の縁をそれぞれ中心に合わせております。この時に縁が中心の縦の折り筋にぴったり合わせるのではなくて、ほんの少し反対にずれるように折っておいてください。1ミリずれるかずれない程度、ほんの少しで大丈夫です。左の縁も同じように中心に合わせて折って、この時右の縁と左の縁が突き合わせになるのではなくて、ほんの少し1ミリ程度重なるように中心で少し重なるように折っておいてください。ここで中心でほんの少しだけ重なっていることで、仕上がった時にこのドレスの中心がこのように開かずにぴったり揃うようになります。次はここの色の白い部分、白い部分の縁の中心からこのような斜めの線、縁の中心からこのように上に広がる斜めの線で内側の縁を外側に折り返します。ここが襟の部分になってきます。反対側も同じように縁の中心ぐらいからこのように斜めの角度で折り返します。裏返します。今表で襟を折った上のこの角、この角の位置、折り目の角の位置と下の角、こことここを結ぶ線で外側の縁を内側に折っていきます。ちょうど表の襟の折り目の角と下の角を結ぶこのような斜めの線で折ります。反対側も同じように上の襟の折り目の角と下の角を結ぶ線で外側の縁を内側に折ります。
上のここの角と色の境目のここの角、角と角を結ぶこの線で内側にあるこの角を外側に折り返します。反対側も同じように上の角と色の境目の角を結ぶ線で外側に折り返します。これを裏返して表を出すと、はい、これで2ピースのドレスの完成です。最初に見本でお見せしたこちらのドレスは柄の入った両面折り紙を使っているので、こちらの上のブラウスの部分にも色が出てきています。そしてこの黄色のドレスは100均で売っているこちらのデコレーションシールをボタンのような雰囲気に貼っています。こちらのドレスは別の折り紙でリボンを折って貼り合わせています。このようにリボンをつけたりシールを貼ったりすることで、さらに可愛らしい個性的なドレスに仕上がります。よかったらいろいろアレンジしてみてください。リボンの折り方は別の動画で詳しくご紹介していますので、よかったら下の説明欄のリンクを参考に作ってみてください。